ようこそ、ゆっくり鉄道博物館へ。今回のテーマは、JR 北海道の特急スズランは、なぜガラガラになってしまったのか？だぜ。一体何があったんだろう？2024年3月のダイヤ改正をきっかけに、利用状況が悪化しているんだよ。早速詳しく見ていこう。JR 北海道の特急の利用状況が2024年3月のダイヤ改正をきっかけに変わったのなら、まずはそこで何が起きたのかを知りたいところだわ。2024年3月16日のダイヤ改正の内容だけど、JR 北海道の特急に関係のある内容に絞ると、まずは北海道新幹線と在来線特急列車との乗り継ぎ割引の廃止だ。乗り継ぎ割引って何？簡単に言えば、新幹線と在来線特急列車を乗り継ぐ場合には、在来線の特急料金を5割引きとするというものだ。乗り継ぎ割引は JR 北海道に限らず、他の JR でも適用されていたんだけど、2024年3月に全廃されたよ。在来線の特急料金が5割引きされていたのに、それが廃止されたということは、一方的な値上げ？まあ、そう取られても仕方がない。JR 北海道の収入に関する内容を述べると、新函館北斗駅で北海道新幹線と函館本線の特急、北斗乗り継ぐ場合に、北斗の特急料金が5割引きとなっていたものが、定価での販売となるわけだ。JR 北海道にとっては増収になるんだね。次に紹介する JR 北海道の特急列車に関わる変更点は指定席の拡大だ。特に4つの特急列車については、列車の全車両が指定席化されることになり、自由席の設定がなくなったんだ。具体的にはどの列車なのかな？札幌から函館間を結ぶ北斗、札幌から東室蘭、室蘭間を結ぶスズラン、札幌から釧路間を結ぶ大空、札幌から帯広間を結ぶ十勝だ。他にも札幌から旭川間を結ぶカムイ、ライラックでは指定席を増やして、自由席は3から4両から削減して2両にとどめる変更が行われたんだ。北斗やスズランといった特急列車では、一体どうして全車指定席化が行われたの？ JR 北海道の発表内容は、全車指定席化によって、早くからホームでお並びいただく不便さ、始発駅に近い方が座れるという不公平感を、軽減するためとしているよ。なんか素直に受け止められない内容だね。全車指定席化しようがしまいが、指定席はあるんだから、早くから並びたくないという人は、指定席を確保すればいいだけの話だよね。現在の JR 北海道の公式サイトにも、全車指定席のメリットについて、並ばずに乗車可能、必ず座れます、車内改札がありません、と PR されている。だけどこれは、指定席のメリット、それもことさら強調するまでもないようなメリットであって、全車指定席化のメリットではないよな。なんか会社の目線が、利用者の方を見ていないような気がするわ。もっとはっきり言ってしまえば、全車指定席にして自由席をなくすことで事実上の特急料金の値上げをしたいだけだと思えるよ。その可能性は十分に考えられるよ。2024年3月の JR 北海道のダイヤ改正では特急列車の指定席拡大に合わせてお得な切符のリニューアルも行われたんだ。リニューアルの大まかな内容は、駅ネット限定商品の拡充、そして駅で発売するお得な切符の見直しだ。駅ネット？それって JR 東日本のインターネットサービスではなかったっけ？その通りなんだけど、JR 北海道の切符の予約とかもできるようになっているよ。なるほどね。今回の話題に関係する JR 北海道の駅ネット限定商品について簡単に説明すると、まずは以前、駅ネット特ダネと呼ばれていた特急特ダネだ。名前の通り、特急列車の指定席を通常の乗車券と指定席特急券より割安で利用できる。乗車日前日の23時50分前までに予約する特急特ダネ駅と、全車指定席の特急に限り、乗車日14日前の23時50分までに予約する特急特ダネ14があるんだ。なんだか飛行機の料金みたいだわ。そうだな。そしてもちろん特急特ダネ14の方が割引率は高いんだ。発売価格が予測乗車率とかに応じて設定価格内の範囲で変動するという特徴もある。例えば特急スズランの場合、最小でも特急特ダネ1で 10% の割引が受けられて、最大だと特急特ダネ14で 45% の割引だ。利用率の高い列車は高く、低い列車は安くなるのね。ますます飛行機みたい。そして列車を早めに指定することで割安で買える商品である以上は、
指定された列車にしか乗車することはできず、列車の変更や払い戻しには制限があるんだぜ。急に予定が変更になった時とかには困るものなんだね。続いて紹介する駅ネット限定商品は在来線チケットレス特急券だ。北かなどの交通系 IC カードと組み合わせると北斗や鈴蘭の札幌、新札幌から苫小牧間をチケットレスで利用でき、指定席特急料金が 15% 割引になるというサービスだぞ。これは駅ネット特ダネを名称と割引率を変更して継続したものなんだ。これは一律で 15% 引きなのね。在来線チケットレス特急券は2024年3月からライラックやカムイでも使えるようになったけど、こちらはチケットレスになっただけで割引はない。単純に紙の切符を発券する必要がなくなったってことね。続いては駅で発売するお得な切符の見直しについて紹介しよう。それは影響が大きそうだね。今回の話題に特に関係する内容は、乗車券往復割引切符、北斗オプション特急券、鈴蘭オプション特急券の発売終了だ。名前からなんとなく想像はつくけど、どういう切符だったの？乗車券往復割引切符は、読んで字のごとく、往復で利用する場合に限り、乗車券が割引かれる切符だったんだ。そして、北斗オプション特急券、鈴蘭オプション特急券は、乗車券往復割引切符を利用する場合に限り、併用できるオプション券だった。それぞれの特急列車の自由席特急券が格安で買えるというものだったんだよ。つまりこれらの切符を使えば乗車券も特急券も安く買えたんだね。ちなみにオプション特急券は本当に格安で、2016年に設定された当時の価格は札幌から東室蘭間が片道360円だったんだ。なお、現在の同じ区間の指定席特急券は2360円だ。格安すぎてびっくりだわ。駅の窓口で買えるならわかりやすいだろうし、オプション特急券は自由席のみの利用だったってことは、客席できる保証はないけど、いつでも格安で特急に乗れたってことなんだね。その手軽でお得な割引切符が廃止された結果、どうなってしまったの？そうだな、まずはその結果から発表しよう。特急スズランに絞って2024年3月のダイヤ改正の結果何が起きたかを紹介しよう。ダイヤ改正直後からスズランがガラガラだという情報が SNS や一部メディアなどから出てくるようになった。それは穏やかじゃないわね。でもそれってダイヤ改正の結果なの？もともとガラガラだったという可能性もあるのでは？スズランオプション特急券が格安だったのだって裏を返せばそこまで安くしないと利用してもらえなかったからなんじゃないかしら。確かに SNS とかの反応の中にはスズランがガラガラなのは昔からだろというものもあった。その後の2024年6月にごまかしようのない数字が JR 北海道から発表されたんだ。それはどんなものなの？2024年5月のスズランの利用者は2023年5月に比べて2割減った。がっつり減ったわね。といっても2割減った結果ガラガラというのなら、本当にダイヤ改正前からガラガラだったんじゃ？例えば、減った後の乗車率が 20% だとしたら、減る前だって 25% だったってことじゃないの？どちらも乗車率が悪いという点では大差がないよな。しかも自由席をなくしたりした結果として、利用者は減ったけど、JR 北海道の収入は増えている可能性すらある。ダイヤ改正後のスズランがガラガラだということを、ことさら強調する意見には気をつけた方がいいかもね。ただし、トカチやライラックといった特急は、2023年5月の利用者数を上回ったにもかかわらず、スズランは減ってしまったということも発表されている。それから、スズランや北斗が走る室蘭本線の苫小牧から東室蘭間の利用者数は、2023年5月と比べて減少はしたものの 3.9% の減少にとどまっているよ。スズランの利用者が 20% 減ったのに路線の利用者は 3.9% しか減っていないってことは、つまりはとにかくスズランの利用者がめちゃくちゃ減少しているんだね。どうしてそんなことになってしまったのかしら？スズランの利用者が減ってしまった理由だけど、まずは何と言っても割安感が薄れたことだろう。駅の窓口で買えたお得な切符が廃止されてしまったって言っていたものね。一体どれくらい高くなってしまったの？ダイヤ改正前は札幌から東室蘭、室蘭間でスズランの自由席を往復で利用する場合、お得な切符を使えば5230円で利用できた。しかし、ダイヤ改正後に正規運賃料金でスズランの指定席を利用すると 1440円かかるんだ。
およそ2倍、それは高いわ。って、正規の価格なんだから、高いのは当たり前じゃないの？それは確かにその通りだ。というわけで割引価格を述べると、特急とくだね14を使えば最安の場合、片道2860円、往復5720円まで下がるよ。最安の場合でも、以前のお得な切符より高いね。しかも14日前までに予約しなくちゃならないんだから、急な用事では使えないよね。特急とくだね1の最も高いパターンだと、片道4690円、往復9380円だ。それじゃあダイヤ改正前の往復5230円よりだいぶ高いし、もはや正規価格の1440円と比べても違いがビビたるものだわ。割安感が薄れたことに加えて手軽に安く乗れなくなったことも、スズランの利用者が減少した理由と言えるだろう。要するに自由席がなくなっちゃったことが問題なんだよね。そうだな。ダイヤ改正前のお得な切符は、スズランの自由席を対象にしたものだった。特急とくだねよりいつでも安く乗れたことも利点だけど、駅の緑の窓口に駆け込めば、利用する当日でも買えたこともメリットだったんだ。特急とくだねはどんなに遅くとも、前日の23時50分には予約しないとならないから、当日、急に出張とかで出かける必要が生じた時に、使えないよね。さらには急な出張でなくても、帰りの時刻がいつになるか読めないというのは珍しいことではないよな。確かにそうだね。事前に利用日や時刻が読めない場合は、以前のお得な切符よりも2倍近く高い正規運賃、料金で利用する以外の選択肢がない。これでは客離れが起きても仕方がないよね。そして以前のスズランオプション特急券の存在や、そのあまりの安さから考えると、スズランはとにかく利用者にとっては自由席に乗るための列車だったと考えられる。その列車から段階も踏まずにいきなり自由席を全廃したら、利用者がいなくなってしまうのは当たり前ではないだろうか？めちゃくちゃ大雑把な例えだけど、大盛り無料がセールスポイントだった飲食店が、大盛り無料をやめたら、それが目当てだったお客は間違いなく他の店に行くようになるよね。札幌、新札幌から苫小牧間に限れば、在来線チケットレス特急券が利用できるけど、これはいつでも安くはなるものの、特急券のみの 15% 引きなので、以前のスズランオプション特急券などと比べれば、限られた割引率なんだ。駅ネットの使いづらさも、スズランの低迷の理由につながっていると思うんだ。ただここで私が言いたいのは、駅ネットのサイトが使いづらいとか、そういうことではないぞ。そういう声も実際にあるけどね。例えば高齢者の中には、インターネットのサイトは自分で使えないという人もいるだろう。自分で使える人であっても、以前はお得な切符が緑の窓口に駆け込めば買えたのに、インターネットで予約して券売機で受け取るという、二つの段階を踏まなければならなくなったのだから、不満を持ってもおかしくはない。確かにそうだね。そもそも駅ネットを使うためには、まず会員登録をしなければならなくて、単純に面倒という人もいるだろう。それに駅ネットの決済にクレジットカードを使うことは必須ではないものの、カード以外の決済方法は面倒だったり、利用日の何日も前に購入する必要があったりするんだ。そのことも、世の中にはクレジットカードを持っている人たちばかりじゃないから、問題だよね。こういった使いづらさが、お得な切符を使うという選択肢を、利用者から奪ってしまった可能性も考えられるぜ。割安感が薄れたことや、割安で乗ることが難しくなったことで、スズランの利用者が減ったというのは、まあ理解はできるよ。でも全車指定席化が行われたのは、特急北斗、大空、十勝も一緒なんだよね。どうしてスズランだけが、利用者2割減なんて事態になったの？それはスズランの場合、利用者が高速バスや普通列車に流れたからだと思うんだ。なるほど。北斗の運行区間長は、例えば函館から札幌間で 318.7km、大空は札幌から釧路間で 348.5km、十勝は札幌から帯広間で 220.2km だ。この距離なら安く乗れなくなったとしても、じゃあもう高速バスにするよ、と思う人たちばかりではないわね。北斗の場合、北斗オプション特急券の廃止に加えて、北海道新幹線との乗り継ぎ割引も廃止されたという、二重苦の状態だ。それでも運行区間が長いから、代わりがない交通機関という立ち位置は保てたのだろうね。そうだよね。ところがスズランが走る札幌から室蘭間は 136.2km しかない。これではスズランが高いから普通列車や高速バスを利用するという人が出てきても全くおかしくないんだよ。
その距離なら特急と高速バスの所要時間の差もあまりなさそうだよね。スズランは札幌から東室蘭間を1時間30分ほどで結ぶけど、正規運賃料金で片道5220円、割引価格でも2860円かかる。一方高速バスは片道2500円、所要時間は2時間半ほどだ。これじゃあ高速バスを選ぶ人もいるだろうし、車で2時間余りで行けるというのなら、自家用車にするって人もいそうだわ。報道によると、札幌から室蘭間で高速バスを運行する道南バスや北海道中央バスによると、JR のダイヤ改正後の乗客数は前年同時期よりも増えているそうだ。また室蘭市は市職員の札幌への出張に関して高速バスの利用を選択肢に入れる方針変更を行ったよ。確実に高速バスへ利用者が逃げちゃっているじゃないの。そして普通列車や快速列車を乗り継いで利用するなら運賃は片道2860円。所要時間は利用する列車によって変わるけれど2時間半程度、早ければ1時間56分だ。正規の特急料金を払うくらいなら2時間普通列車に乗るのも十分にありなんだね。スズランの利用者が2割減ったけど、室蘭本線の利用者は 3.9% しか減っていないのだから、普通列車に流れた人も実際に相当いるはずだよね。利用者が2割も減ってしまったスズランは今後どうなるの？ JR 北海道は何か言っているのかな？JR 北海道は、スズランに乗ってもらうための対策は、これから検討していく、と説明する一方で、安くご利用というニーズが強いのであれば、特急でなくてもいいと思う、とも発言した。特急でなくてもいいと思うってことは、つまり、運行形態の変更を示唆している。もっと具体的に言えば、快速列車への格下げも考えられるということだな。それはちょっとびっくりだな。ただ可能性はあるし、快速に格下げすることに一定の合理性もあると思うんだ。以前のスズランが利用されていたのは早くて安いからだった。それはここまでの話の流れから明らかだよね。ところが早いけど高いになったら利用者を逃してしまった。 JR 北海道にとっては利用者を取り戻す方法は早くて安いに戻るしかないわけだ。なるほど、そこで特急料金がいらない快速列車を札幌から室蘭まで直通させれば、早くて安い列車の誕生というわけね。って納得しかけたけど、どうしてそこで早くて安い特急列車の復活、つまりは窓口で買えるお得な特急券の復活という流れにならないのよ？その理由は推測するしかないけど、いくつか候補がある。まずは JR 北海道が何が何でもチケットレス化やオンライン化を進めたいという可能性だ。運営にかかるコストを削減するためには、そうした方がいいのは明らかよね。利用者のことが置き去りにされている感はあるけど、 JR 北海道の懐事情を考えれば仕方がないと思えるところはあるわ。それから特急列車よりも快速列車の方が運行コストが安いからという可能性だ。車両にかかるコストを減らしたり、車掌を乗せないワンマン運転で乗務員の人件費を減らしたりできる可能性があるからな。特急用の車両って普通列車の車両と比べて見るからに高そうだもんね。そして JR 北海道の車両運用の都合もスズランを快速に格下げする要因として考えられる。どういうこと？現在のスズランには789系電車1000番台と785系電車が使用されている。両車は共通運用されている。つまりどちらの形式がどの列車に充当されるのかはわからない。そして鍵になるのが785系電車の存在だ。なんか特徴があるの？1990年に製造された古い電車であることに加えて、残存している車両がスズランに使用されている5両編成2本だけなんだ。古い上に数が少ない車両なんだね。廃車の時期が近そうだわ。そう考えるのが自然だ。ちなみに789系1000番台は2007年に製造された車両で、5両編成6本がスズランとカムイで運用中だよ。こっちは当面使われそうだね。製造されてから長く活躍している785系がいずれ廃車に至ることは確実だけど、その代わりの車両を用意するのかという疑問がある。たった2編成の穴埋めのために新しく電車を作るということはしないかもね。つまりスズランに使える車両が単純減になる可能性がある。そうなればスズランを減便するか、あるいは廃止して快速列車にする可能性も出てくるわけだ。まさかそういう筋書きにするためにあえてスズランの利用者が減るような施策を行った可能性も？証拠はもちろんないけど、可能性はゼロとは言えないな。ただそもそも快速に格下げというのはあくまで可能性があるというだけで決定事項ではない。
何にせよ、JR 北海道が今後どのような手を打ってくるのか見守るしかないのが現状だな。特急スズランの利用者が減ってしまった理由を見てきたけど、どう思ったかな？事実上の値上げになったことや、割引切符が買いづらくなったことで、利用者が逃げてしまったのは、もっともだと思ったわ。挽回できるのかが気にかかるところだな。このように、このチャンネルでは、鉄道やその他の交通に関する話題を、解説形式でわかりやすくまとめていきます。皆さんのチャンネル登録、高評価が励みになります。また、動画の感想や、取り扱ってほしい話題がありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。